マクラーレン MP4-Q はマクラーレンが1994年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。1994年シーズン開幕戦から最終戦まで使用された。アクティブサスペンションやトラクションコントロールなどのハイテク装置が禁止された新レギュレーションに対応したマシンである。デザイナーはニールオートレートエアロダイナミシストは アンディ・デュランのコンビで設計した。エンジンは、前年のフォードコスワース HBV8 エンジンに代わり、F1 発参戦となるプジョーのワークス V10 エンジンを搭載した。車体のデザインは MP 4、MP4-8 の基本コンセプトを守り、プジョーエンジン用にモディファイを施したものである。クラッチペダルを排して、アクセルブレーキの2ペダルとし、油圧式。 アジャスタブルディファレンシャルを開発して組み込むなど、新技術が盛り込まれた。サイドポンツーンの前端が MP4-8 ではコクピットサイドにあったが、MP4-9 ではコクピットの後端まで後退しており、コークボトルの絞り込みも大きつくなっている。テストカーである1号車は、サイドポンツーン前端が進行方向に対して直角になるように、成形されているが、2号車以降は、 上から見たときに斜め向きとなっている。また、第5戦以降に、ボーテックスジェネレーターが禁止された影響で、大型のバージボードも本格的に装着された。これは、MP4-8 で初めて使用され、以後のマシンのトレンドとなっていくパーツであった。また、セルトのスポンサー契約最後の年であり、翌年からはモービルへと変更された。m p は、 ドライバビリティが悪いマシンで、プジョーエンジンの信頼性が、前半戦は著しく低かった。熱量問題から第2戦でラジエーターを大型化し、第5戦スペイン GP では、未加発機念が首位を走り、優勝のチャンスもあったが、エンジンブローでリタイアした。第7戦フランス GP では、プジョーにとって、同国のライバルであるルノーの看板の前で2台とも、エンジンブローを起こし、イギリス GP では、 スタート直後にマーティン・ブランドルがエンジンブローとなるなど散々な結果であった。イギリス GP のブローはロケットのような赤い炎を吹き出し、ブランドルは後方グリッドにいたマーク・ブランデルを危うく燻製にするところだったと述べている。後半戦からは信頼性も上がり表彰台にも8回上がったが、1980年以来14年ぶりの未勝利に終わった。チームは 複数年契約だったプジョーとの契約をこのシーズンのみで打ち切り、翌年はイルモアが開発するメルセデスエンジンへと変更することをシーズン終了前に発表し、2シーズン連続のエンジンメーカー交代となった。ミカハッキネンがドライブした MP4-9。サイドポンツーンがモノコックと垂直となっているので、テストカーの1号車であることがわかる。ドライバーズランキング。 ありがとうございます。